ようございます。宗教2世の問題は実に深刻であります。親が宗教活動にのめり込んでしまって育児放棄をしてしまうこともあるというのです。まだ意思表示のできない幼い子供を特定の宗教に入信させられるのです。親から特定の宗教の非常識な教義を押し付けられて苦しんでいるのであります。生まれたのがそのような環境であれば苦しむのも道理であります。お釈迦様はコーサラ国の王に、世の中には4種類の人がいると説いています。マスタニ文雄先生の阿言経典による仏教の根本聖典の訳を参照します。大王よ、世には4種の人がある。4種の人とはどのような人であろうか。それは闇より闇に赴く者、闇より光に赴く者、光より闇に赴く者、および光より光へと赴く人であるというのです。具体的には、闇より闇に赴く人とはどのような人であろうか。大王よ、ここに一人の人があって、卑しい家に生まれ貧しい生活を営み、しかも身に悪しき行いをなし、語に悪しき行いをなし、また意に悪しき行いをなすならばいかがであろうか。彼は死して後は悪しきところに赴くであろう。大王よ、闇より闇に赴く者というのはかかる人を例えて言うのである。また大王よ、闇より光に赴く者とはいかなる人であろうか。大王よ、ここに一人の人があって、卑しい家に生まれ貧しい生活を営んでいるが、しかも彼は身においても言葉においても心においても良き行いを成したとせばいかがであろうか。彼は死して後には良きところに生まれるであろう。大王よ、闇より光に赴く者というのはかかる人を言うというのです。またさらに、光より闇に赴く者というのはいかなる人であろうか。大王よ、ここに一人の人があって、高貴なる家に生まれ、富かつ幸いなる生活を営みながら、しかも彼は身においても言葉においてもまた心においても悪しき行いをなしたならばいかがであろうか。彼は死して後は悪しきところに行かねばならぬというのです。そしてさらに、また大王よ、光より光に赴く人というのはいかなる人のことであろうか。大王よ、ここに一人の人があって、高貴なる家に生まれ、富かつ幸いなる生活を営み、しかも彼は身にも言葉にもまた心にも良き行いをなしたならばいかがであろうか。彼は死して後はまた良きところに生を受けるであろうというのであります。過酷な環境にあっても、人はそこから光に転じることも可能なのであります。お釈迦様はスッタニパータ142番に、生まれによって卑しい人となるのではない、生まれによってバラモンとなるのでもない、行為によって卑しい人ともなり、行為によってバラモンともなると説かれています。そしてその行為の元となるのは人の重い心であります。ダンマパダの初めに、物事は心に基づき、心を主とし、心によって作り出される。もしも汚れた心で話したり行ったりするならば、苦しみはその人に付き従う。車を引く牛の足跡に車輪がついてゆくように、物事は心に基づき、心を主とし、心によって作り出される。
もしも清らかな心で話したり行ったりするならば、福楽はその人につき従う。影がその体から離れないようにとある通りなのです。以前に沢木幸道老師の生い立ちについて書いたことがありましたが、沢木老師は三重県津市の浄土真宗高田派の御本山のある近くで4人兄弟の末っ子としてお生まれになり、5歳で母を8歳で父を亡くされ、父方のおばのところへ預けられました。そのおばもその年に亡くなられ、次にもらってもらったのが遊郭街の裏町にある沢木家でありました。表向きは提灯屋であるが、実際は幕との巣窟だったといいます。養父母ともに酒と博打に明け暮れ、沢木少年は習い覚えた提灯の張り替えをして、この養父母を養うという毎日であったというのであります。そんな環境の中でも道を求める心を起こして17歳で家出をして、生米に塩をかみかみ歩いて永平寺に向かい出家を目指したのでした。沢木老師などは闇から光へと転じたのであります。ダンマパダの165番に、自ら悪をなすならば自ら汚れ、自ら悪をなさないならば自ら清まる。清いのも清くないのも各自の事柄である。人は他人を清めることができないという言葉があります。仏教では無我ということを説いています。無常とともに無我はお釈迦様の教えの中核でもあります。無我というのは固定した我はないということです。常に変わることがない、実体はないというのは、考えようによってはいかようにも変わることができると解釈することもできます。生まれによってずっと固定されたままということはないということでもあります。お釈迦様の時代は生まれによってカーストが定められていたのでした。固定した自我があり、絶対の神によって定められたものは変わらないという考えが元になっていたのでありました。しかしそのような固定した実体はないのだと説いたのが無我説なのです。固定した自我はない、常に変化するという無我説は救いともなるのです。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながらぎゅーっと肩を持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと
男の思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。